スコアパーソナルゴルフの荒井です。今回は投げ縄スイングにおけるアドレスについてお話をしていきたいと思います。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、評価ボタン、コメント、ぜひよろしくお願いします。投げ縄スイングのアドレスですけれども、基本的にはですね、体の動きを覚えてからその動きができるためのアドレスをするというようなところ、その辺のですねコンセプトは変わっていないんですけれども、 投げ縄スイングのですね、もろもろの条件を満たしたアドレスというのはですね、体はオープン、足はスクエア、そして左腰または左膝のあたりの高さのものを打ち返すようなイメージ、それが投げ縄スイングのアドレスになってくるというふうになっていきます。肩がオープンというのはターゲットに対して、やや左側を向いていくような形になってくるんですね。そして足はスクエア。 このような状態なんですねつま先とつま先を結んだライン膝と膝を結んだラインはターゲットに対して大体いい平行そして骨盤のライン肩のラインはオープンになってくるという形が投げダンスイングの平均的な立ち方になってくるというふうになってきます。 あくまで,です、ね、地面にあるものではなくて膝から腰の左かかとから、まあ、腰の間の左足かかとから大体、まあ、いい左腰の前のものですね打てるあるいは打ち返せるようなイメージというものが投げ縄スイングの条件を満たした立ち方というふうになっていきます。まず投げ縄スイングにおいてはですね グリップインヘッドアウトっていう動きが必要になってくるんですね。グリップがインサイド側に引き込まれつつヘッドはインサイドからまたインサイドへとインサイドインの軌道を通ってくると。グリップは手前に引き込まれつつインサイドインのヘッド軌道になってくると。これが正面だとしたら右側にですねちょっと回り込むような体勢をとってくるとですね一番右のクラブに腕が届きやすいんですね。 もしもこのようにですね逆に回り込んでしまうとこのクラブが届かないというふうになっていきますターゲットに対しては肩のラインがやや左オープン側に向いててるのが望ましいとそしてボールの位置が左腰の前ぐらいにあるとグリップをインサイド側に引っ込みながらヘッドがインサイドインの軌道を作るというふうになっていきます 肩腰は左を向いているけれども、膝と足のラインがスクエアな理由。これはですね、右軸キープの踏み込みを作る上でのポイントになっていきます。右軸キープの踏み込みというのは、トップで右軸に乗った状態からですね、両方の膝を揃えた状態で、腰がやや左を向き、右の股関節の方よりも左の股関節の方が低い状態になるわけですね。で、この時に骨盤と太ももの骨の角度ですね、 右の方が角度がつく、ついてなく、左側の方に角度がついている状態になってきて、で、右サイドの方がちょっと高いようなイメージになってくるんですね。これをエアドレスで作っていくというような目論ろみになっていきます。体が左を向いている状態でですね、右足を後ろに引くと骨盤に対してももの骨がですね、後ろ側に行くわけですね。ちょっとこれは極端ですけども、こんな感じ。そして骨盤に対して左足が前に出ると。 ももの前側の角度がですね左足の方がついてくるわけですねそうするとこれだけでですね右軸キープの踏み込みにある程度近い状態になってくるんですねだから完全に左右対称でももの角度を均一にするのではなくて左の太ももと骨盤の角度をあらかじめつけておくその状態から軽く前傾していくんですね まあこんな状態ですね。そうするとですね、ターゲットに対して、小文字の Y スイングをしたときですね、右肘を押し込むイメージというのがしやすくなってくるんですね。これがですね、右肩が例えば後ろ側に抜いてしまうと、右の肘が早く伸びてしまうというふうになっていきます。この状態からですね、左の股関節の方に角度がついている状態から、 溝落ちはですね、軽く右にスライドすると右軸に乗りやすくなってきます。この状態からですね、左足が地面に設置してくると、左の肩がですね、平らに回って、右股関節よりも左股関節の方に角度がついている状態。この状態から溝落ちリードすると、左肩が上がらず、レベルにターンすることができてきます。 まあちょうどイメージがですね、野球のボールが飛んできて、だいたい左腰の前、まあ、バッティングセンターでボールを打ち返すようなタイミングのポジションでですね、それに近い状態でボールを打ち返すような形、あるいはテニスラケットを両手で打つような、そういったフィーリングも出たりですね、あとはとにかくですね、溝落ちの方が無意識にリードができる、そんなアドレスになってくるんですね。でクラブヘッドの最下点はですね、かなり左に置いてますけども、 このポジションがヘッドの最下点になるというイメージですね。左腰の前でクラブがレベルに動くようなイメージを持ってきます。だからもしもボールが真ん中にあったらこの辺はダウンブロー。ここでレベル。そしてここでアッパーに動いてくるような、そんな感じですね。結構体の正面をですね、最下点をイメージしてしまうと、またこう体を止めたイメージになってしまうんですね。 で、また、えー、この肩のライン、腰のラインがオープンに対してスクエアだと、左腰の前のものですね、右手で叩きやすい体勢があらかじめ取れているというふうになっていきます。この目線でですね、この体勢で溝内を右腰の上にスライドさせてくると、このボールがですね、叩きやすいポジションに入ってきて、そのまま右軸キープ、左軸って入ってくると。自然とこの場所がですね、手のインパクトポイントになってくるんですね。 だからまあ目線はですねどちらかというとこう左腰の正面に向けていくこれがもしもですね体の真ん中そしてあボールの真上に頭が来た状態をイメージしてしまうとですねここから回していくのっていうのはちょっと窮屈なんですねもし正しく右軸に乗せようとすると頭をボールの位置に対して右側にずらさなきゃいけないそうするとあの視界の中からボールが動いてしまうんですねこれとちょっと不安定感を感じてしまいます 左にずらしてておいてこの状態だったら軸が少ないという,ふうになっていきますで,この状態で,ですね手を素直にこのボールの位置に戻してくるともう自然と左軸の体勢になっていきますいわゆる左の壁の状態見た目でいうと下半身リード左サイドが浮き上がらない形が自然と取れていきます ここの形が右腰よりも入っているとですね、そのまま回れば、左サイドは浮き上がらない。見た目の前傾はキープされるというふうになっていきます。角度のイメージはですね、地面にあるボールと目標がですね、両方見やすい体勢がベターになってきます。そうするとですね、手をターゲット側に振ったときにですね、体の回転と腕の振りが連動しやすくなってきます。これがもしも完全に平行にしてしまうと、 体の正面を手を横切りやすくなってくる右を向いてしまうと左腰に向かって手が振り下ろされてしまうんですねこの体勢であればですね右の腰に向かって手が降りてくるすなわちサムダウンの手首の動きも自然にできてくるというふうになってきます最初はこのようにですね軽く左向いてポーンと投げやすいところに足のラインを変えてくるつま先のラインはですねつま先の向きはですね そこからやりやすい角度に多少アレンジして構いませんまた、えー、先ほどの条件が満たしやすければですね、えー、過剰にそこからさらにですねクローズにしても構いませんしもし打ちやすければそのままオープンでもよかったりしますグリップインヘッドアウトと右軸キープの踏み込みが両立しやすければ足の向きつま先の向きに関しては若干自分でアレンジしても構いません ま、先ほどバットスイングのイメージでしたけれども、クラブが長くなってもですね、高いものを構えていても、まあ、あまり変わらない感じでいけたりします。これを気持ちよく打つときの前傾姿勢も、ティーアップしたボールを打つときも、大体前傾の姿勢は一緒。ただしですね、最初から地面にあるボールを打つ意識でアドレスを取る練習をしてしまうとですね、体の真ん中に置いて地面のものを打つ。 というと叩き込みたくなったり、まあ、体を止めてしまったりですね、えー、なる癖がついちゃいますので、まあ、野球のバッティングのイメージであればですね状態がボー,ルボールに対してかがみすぎることなく左側にすっと回れるイメージですね自然と引き出すことができていきますでそうするとですね今までやった動き 回脇固定右軸キープの踏み込みから肘の着地ポイント左軸へのみぞおちリードで右腰横の最下点ポイント傘の取ることを覚えたフェースが戻る動きですね変重心キャッチで戻る動き入ってくるとフェースがターゲット側に向いてきて正面でさばくのではなくて押し込むインパクトが身についていきます。 いいぐらいスタンスに関しても今あの多分右に振り出しやすいからクローズスタンスにされてると思うんですね。うん、投げ直す制御では基本的に体は左に向けられるようにっていうふうに考えてるんですけども、はい、手振るのって、はい、例えばこっちに打つとしたら、はい、こっち向いて振るってちょっとやりにくくないですかやりにくい、はい、右の腰に向かって下ろせないんですね、はい、右の腰に下ろしやすいのってちょっと左側なんですよ、はい、これは下ろしやすい。はい、で完全に平行だと 横切ってしまいやすいんですね。はい、じゃ、あ体を右に向けてください。いいこの体の向きだと、ターゲットに対しては、この手の振りがナチュラルなんですよ。そうですね。上からだったら、こっちに。はい。下に行くから。そっちいっちゃうんですね。腰が回らない。じゃ、あ今度逆に。左に向けて。で、そこから体を軽く回してみましょうか。そうすると、体に対してはインサイドアウトに触れません。 こっちの方が正解なんですねやっぱりこっちか,っっちかで今これ体明らかに左向いてるじゃないですか、はい、その体の向きはそのままにして、うん、足のラインだけ平行にしてみましょうこういう感じそうです、はい、肩のラインは左、はい、肩のラインに対して足はちょっとクローズってなりますでしょはいそのまま振ると、まあ、左へ回りやすいですよね回りやすいですこっちって手ってアウトサイド抜けますでしょそうですね、はい こちらの考え方なんですねオープンにしているようでの違うのは左の開き方ですか、まあ、腰,腰これがターゲットに対して完全に平行だとすると、はい、骨盤から上は左向いてるんですねはいでそのまま足開いちゃうと左向いちゃいますこれを今、はい、右足を軽く後ろ、はい、左足を少し前、はい、腰は左、はい、つま先のラインだけまっすぐにしてるんですね、はい、なるほど この立ち方を知っておくと、はい、足元軽く見たときに、そのままボーリングみたいに手を振れますでしょう、うん。うん、振りやすいです。こういうやり方しちゃっていいんですよ。はい、足元のボールと、こっち側が両方見やすい体勢をとっています、はい。両方見やすい体勢って、こうですね。あ、そうです。ちょっと後ろからですよね。はい、では、まあ、そこまでいかなくてもいいんですけど、まあ、もうちょっと戻していただいて。とはい。 そしたらそこで足を広げていって左足を前,左足を前右足を後ろ右足を後ろ、はい、でまた振るたこの感じ、はい、こうやってすごい回りやすいですよね、はい、もしあれだったらそのまま、はい、じゃあそのままですね手をここまで上げて、はいはい、これでトップでいいんうあえこここれだけそうです そしたら、さっきの要領で、また振ると。りますよねだから、こっちが全然違う。すごく、あっという間に、こっちを向いてるっていう感じで、はい、そうです。あっという間に向けますでしょ向ける。はい。あ、そっか。っ体が開けない人に関しては、こうやって使っちゃっていいんですね。はい。そうそうそう。はいそ,うそうそう。なるほど。はい。足のラインと、腰のラインと、肩のラインの、この三つの、こう、組み合わせっていうか。はい。はい こっち向いたら全部をこっち向けて構えてしますうすこれは右軸にも最初から乗せやすい状態で,、はい、で必ずラインオープンですからそのまま右の腰の方に下ろしやすくてアウトに出しやすいなんですねそしたらそのままお腹を少し前側に出してみましょうはい、これでもう体って回って見えちゃうでこっちが見えてるところ、はい、こっちのお尻がこうなってるっそうですじゃあ楽ですね ひュっと回りますでしょ。回いつ見ても私のあのビデオを後ろから撮ってもらったときにこの左のお尻が見え見え,見えないんです。はい、でもこれだともうん、これだけで見えるんですね。そうです。あと体重の移動だけで回転しますでしょ。あ、そうですね。は。これあの回転運動をしなきゃっていうとすごい難しいんですね。うんうん。ああで上を。うんあるですだ。 今のいい感じ、はい、地面と目標が両方見やすく体の回転と手の振りが身腰をこうを頂点にした V 字軌道で体の回転が連動する向きをイメージして腰腰のの角角度度をを減らし左腰の角度をつけてあげるそうするとインパクトでですね腰が止まって手が変えることなく左軸の体勢でインパクト直前のヘッドの位置が作れてきます アイアンショットであれば、ここがレベルに当たる場所。ボールの置く位置がそれに対して右側にずれてくればダウンブローになってきます。ここがレベル、ここがダウンブロー。レベルに当たるボールの位置をイメージして、でこのアドレスに関してはですね、注意が必要なのが、内股タイプの人が合わない可能性があったりします。内股タイプの人は膝から下が 回ってしまいやすいんですね。ガニ股タイプの人はですね、大体の方がうまいこと言ったりしますけれども、ガニ股タイプの方はですね、ちょっとうまくいかない場合がありますので、そうした場合はですね、腰とつま先のラインは両方ともターゲットと平行というイメージを持っても構いません。また呼吸がしやすい前傾の姿勢っていうのは過去と変化はありません。あとは年を追うごとにですね、背中丸まって OK。骨盤が前傾タイプの方は、お尻を少しアップするイメージ。 後傾タイプ、かかと体重タイプの方は、そのまま膝を落としてですね、体全体を前に傾けてくると、ちょうど実回転がしやすくなってくるというようになっていきます。これらがですね、投げ縄ングの条件を満たしやすい構え方というふうになっていきます。ちょっとセオリーと違う部分ありますけれども、試していただいて、投げ縄ングの条件が全て満たせるかどうか、試してみるのはいいんじゃないかと思います。ぜひ参考にしてみてください。